教育がもうダメになっちゃったんですね。ところはもうね、そうなってて、だから国語がもうこれは戦後ずっとそうですよ。戦後ずっとそう、まあ昔もそうだったんですよ。戦前もそうだったんです。あの戦前の教育が良かったなんてね思いますけど、少なくともこと国語に関して言うと僕はダメだったと思いますね。ダメだったから戦後東洋漢字現代漢字会にしようって言った時にみんなわーっと行くわけですよ。国語の教育をきちんとですねやられていれば、バカなこと言うんじゃないよって、言葉ってそんな簡単に変えられるものかっていう人がもっともっともっといてよかった。川端先生のお話の前に、すいません、はい、すいません、一応一回設立趣旨書をまた読ませていただきます。我が国語を愛し学ぶ国民の会設立趣旨書。1、現状認識。我が国語は3種類の文字を自在に操る世界唯一の優れた表現力を有する言語である。にもかかわらず、戦後の占領政策とそれに起因する自虐思想により、今や保守を自称する人々ですら国語をないがしろにして恥じないほどの惨状である。我が国語をまるで古臭い時代遅れの言葉のように扱い、それこそが文化的進歩的であるかのごとく英語あるいはその他の西洋言語に言い換える。勘違いを通り越して完全に洗脳されている国民であふれているのではないか。街は英語や英語もどきの名前や表示に占拠され、それでも少し前まではそれはカタカナ表記であったが、現在はローマ字または英語そのものの表記となり、これこそ日本が植民地となった証としか思われない。正しい歴史を訴える語人は数多いが、正しい国語を訴える人は数少ない。国軍の復活を唱える人々はいても、聖仮名遣いの復活を唱える人はいらっしゃるのだろうか。1、問題点。歴史は新しい事実が分かればそれに基づいて書き換えられる性質のゆえ、多少なりとも見直しの道がある。また国軍復活でも核武装でも時勢の変化で可能かもしれない。しかし言語はどうか、一度失われたら終わりである。歴史を振り返れば植民地化の第一歩は言語の剥奪ではないか。であるならば我々は今ここで我が国語を守る行動を起こさなければならない。そうでなければ言葉とともに表裏一体の文化さえも失うこととなる。1、対策。我が国語を守るために我々は何をなすべきか。それは教育と報道の正常化に他ならない。しかしそれがすぐには望めない今、誰かが何かを始めることでしか何も変わらない。初めの一歩として、まず我が国語とは何たるかを少しずつ一人でも多くの方と共に学ぶことから始めたい。1、終わりに。何歳の頃であったか、物心がついていると考えたことがあった。なぜ旧仮名遣いが突然新仮名遣いになったんだろう。なんで昔の人とおしゃべりをできなくしたんだろう。しかしそんな子供の疑問は長くは続かず、いつしか心の底に沈んでいった。けれど今、自分の思いは常にそこにあったのかもしれないという気がしている。歴史を正す戦いや憲法改正、国軍復活のせめぎ合いは前線の戦いと言えるであろう。ならば私は十五の守りとして我が国語と文化を死守する戦いをここに宣言する。平成28年5月6日高見沢記念。ありがとうございました。それでは川端先生で略歴はまたいいと言われてしまうと思いますので、すぐにじゃあ講義の方お願いいたします。じゃあよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。もうだんだんですね種がつきてきたんですけど、今日はですね一回もうここで最初の頃でしたかね、ざっとかいつまんでお話をしたことがあるんですけども、還暦と干支の話をしてみたい、もう したいなと思います。でその、まあ、直接的な原因はですね、私 の今日の、発表要点の2番のところをちょっと見ていただけますか。十二支と干支は違いますよっていうお話なんですが、
僕の身の回りでですね、その十二支を江戸とですね取り違えた出版物とかお知らせがですね、まあ、ここに書いてある、まあ、他にもあるんですけども、まあ、ここに一応挙げたものです。で最初にですね、これは広報さくらという、私は今千葉県の佐倉市に住んでおりますけども、それの2月15日号に出たものです、今年のですね。でその短歌のところにどう書いてあるかっていうと、ちょっと読んでみますけども、干支の鳥、羽を広げて飛んでいく新たな年の犬を迎えるっていう、こういう、まあ、これは皇后大の和歌ですけども、で選者が中村克美という人なんです。でこの克美の実はいつかお話ししましたけども、正しい実の字を使ってあって、これは蛇っていう意味ですよね、これね。だからまあ蛇に勝つっていうのはどうなんだろうと僕は思いますけど、まあそれはまあ別に選者のご両親の、まあ、ですから名前にケチはつけませんけども、でこれはもう明らかにおかしいですよね。で僕はこれをまあこれ見てですね、佐倉市の広報課にはがきを出しました。2枚出しました。1、2をですね、はがき2枚で、1枚はですね、広報課長宛てです。これは国語として成立しないだろうと、鳥は十二支ですからというふうに書いて出しました。それからもう1通はですね、選者宛て広報課傷、広報課気づきのですね、広報課気づけで選者宛てに出しました。これは国語としてやっぱ同じような趣旨で出しました。で現在のところですね、返事は返ってきません。まあそういうことです、これは。でまあ注目をしていきたいと思います。広報ですね、それからですね、これは昨年の正月元旦の号のですね、千葉県民報だったと思いますけども、千葉県立中央博物館主催の行事を案内するのに、今年の干支鳥にちなんでっていうのがありましたので、これはまだ博物館は営業してませんので、博物館が営業してる時に博物館に電話をしました。1月の日付は忘れましたが、それはたまたま担当の方が出られてですね、おっしゃる通りですねって言っていただきましたね、これはね。でこれは改められると思います。ただ博物館もですね、学芸員の方だか、博物館は高校の先生か中学の先生が行くんだと思うんですけど、そういうことに無知な人だったらばまた来年も同じように出るかもしれませんね。お役所っていうのは旧統牧師ですから、今はもう先ほど趣旨の説明に高見沢さんのお話でありましたけども、改め改悪せられたものが旧統になってますよね。馴染みになっている人が多いとすればもう、ですから分かりませんけど、これもまあ注目をしていきたいなと思います。それからですね、次はこれは今年の十二支は鳥ですって表紙の説明欄というのがありますけども、これは私の田舎のですね、広報どういうわけだか3ヶ月に1回ぐらい送ってくれるんですよ、ありがたいことに。それでその前の年にですね、間違いがあったので、実は私の薩摩川内はですね、県の事務所が東京にあるんですけども、都道府県会館でしたかね。でそこに出向してきてる職員がいるんですね。それでその職員に、たまたま会う機会があったので、その候補を持って行って、これ間違いだぞって言ったんですよ。そしたらですね、その次の候補の説明が今その副写を渡しました。これです、副写の1です。でだからこれちょっと文がですね、見出しと
見出しがちょっとなんかちょっとおかしい、安定しない文になってますね、文章になってますけども、表紙の説明と書いてありまして、最初にその僕は線を引いた、僕がもらってあのいただいたのに線を引いたものですからそのままですけど、今年の十二支は鳥ですとか言って、とかよっぽどね聞いたんだと思いますよ、僕がその鳥は干支じゃないぞと、ね、言ったのが。だからそれを改めるつもりで、担当がまあ左横脇ですけども十二支は鳥ですとこう書いたものなんですね。でちょっと読んで、まあ、ちょっと訳省略しますけども、下の段のですね、上記写真の1枚目はって僕が線を引いたところです、うん、上記写真の1枚目は地域おこしボランティア団体荷馬車組合によって仙台大綱引きで使用された綱を再利用し制作されたものですっていう、これはちょうどその鳥のですね、をその綱引きで使った綱を使って鳥を作ったものなんですね。でこれがいつも新年になるとですね、国道3号線にこう設置されるんだそうです。これは近年のことで、僕 の子供のことはこんなことはありませんでしたけれども、それで実はその前のその広報がですね、これを説明するのに今年の干支はというふうに説明をしてあったんですよ。で僕はそれを見てこれおかしいぞって言ったんですけども、でわざわざだからその写真を上げて説明をしてあるんですね。それから下の写真はちょっとこれ後でつれづれ草の紹介しますけど、それと若干関係がありますので、まあ、あえてちょっと載せておきました。でまあで今年のですね、ちょっとまだ前に書いてますけども、前のですねその要点のところに帰りますが、次です。張り子の干支人形作り歴史資料館講座案内というんで、そのこれは去年の11月の10日にですね、私の田舎の広報に載ったものなんですね。でこれ張り子の干支人形っていうのは作ることはできないですよ。干支人形は十二支は作れますよ。ネウシトラウタツミマシサルトリイヌイだから。でこれもですね、このこともですね、僕はその出張場に出てきている鹿児島県事務所の東京事務所に出てきているですね、執行している職員に言ったんですよ。俺は昨年あれだけ言ったのに今と同じ謝りしてんじゃないかって言ったんですね。そしたらですね、今年もまた、正月号が送ってきたんですけど、それ1月10日付のものが、それはコピーはないですけど、それにはやっぱり今年の十二支は犬ですってこう書いてくれてありました。でですね、これに僕腹立ったのは、まあそれは間違いだから腹立ったんですけど、この複写しました写真のですね、これをですね、地元の南日本新聞というのがあるんですよ。これが毎年ですね、霊々しく取り上げて、今年の干支もまた国道3号線に、荷馬車組合の手によって作って、置かれましたみたいなのが毎年毎年出るんですよね。だからもう新聞社言ったって、新聞社っていうのはもう自分が絶対正しいと思ってるところありますからね。だからまあ役所がそういうことをしてるんだったらおかしいじゃないかと思って、まあ、役所私の田舎の市役所にそういうことをもう2回ですね言いましたら、まあこういうことになってます。で今年の新年のその南日本新聞は僕は見てないんですけど、さてどう書いてあるかっていうのはちょっと見てない、分かりませんけどね。まあそういうことです。でこの干支人形作りというのは、これはちょっとまた前その発表予定に変えますけども、公民館の講座とかですね、そういうところでよくやるんですよ。子ども相手に今年の干支を作りましょうって言ったって、よくでもしかし考えてみたら干支の人形って作れないと思うんですよ。でこれも最初の頃ここでお話した時に、僕はもともとここに来てお話しする予定はこんなに何回もあるとは思ってませんでしたので、小賀都議のですねピンチヒッターで来たで、これでピンチヒッターって大体1回でおしまいですから
まあ、1回でおしまいだろうと思って、その時申し上げたんですけども、江藤のことをですね、ちょっとその時申し上げたんですが、僕は学校の教員を知っている一番最後の頃もですね、船橋の学校でしたけども、船橋の小学校は一番最後は小学校でしたけど、船橋はですね、もっと大変英語教育に金をつぎ込んでいる自治体なんですよ。で、小学校1年生から英語の勉強やれとかっていう、まあ、いうところで、で、もともとその、船橋で英語 その学校にですね、イギリス人とかアメリカ人を雇い入れて、まあ、直接国語と関係ないですけども、始まったのは中曽根内閣の頃ですから、よっぽど古いですよ。で、それは どうしてかっていうとね、その頃はね、税収がたくさん上がった。要するにアメリカが貿易赤字で苦しんで、日本は貿易黒字だった。今ちょうど中国とアメリカでそういう話になってまして、あれどうなるのかちょっと面白いなと思って見てるんですけど、その時そのアメリカから圧力がかかったんですね、中曽根さんに。アメリカ人をね、雇用してくれっていう話だった。で、それで白羽の矢が船橋に立ったんです。まあ税収が上がってたってことですよね。それで当時はですね、船橋の教育委員会はわざわざアメリカへ行って教員採用してたんですよ。今はもうそんなことはないです。で、その頃 のアメリカで直接採用してきている教員というのはですね、確かに質が良かったですね、今と比べて。今はもう違います。今は人材派遣会社 に依頼をして、小学校の英語の先生とかなんとかっていうの、ネイティブ スピーカーじゃなきゃいけないとかっていうんで、フィリピンからとか、なんとかからとかね、アフリカのどっからとかなんか連れてきてますよ。あれは多分人件費が安いからだと思います。まあ、そういうわけで、その時ですね、教育委員会がですね、学校にこう通知をよこしたんですね。干支の人形をなんかそのお絵描きさ、干支をお絵描きさせてくれっていうのを英語の担当指導主任から各学校へ通知が回ったんですよ。で、僕はそれを見てね、電話したんですよ。干支をどうやって作るんだって言ったの。だって寝をしたら作ればいいじゃないですかっていう、書きゃいいじゃないですかって、それは十二支だろうって話したんですよ。だからこれ間違いだからって撤回してくれって言ったんですよ。そしたらまたしばらくして電話がかかってきてですね、なんて言ったかっていうと、厳密に言うと間違いだって言うんですよ。厳密に言おうが厳密に言う前が間違いじゃないかって言ったんですけど、ね、で、それでね、ずっと引っかかってました。で、確かにね、その時たまたまこう勤務場所の部屋に僕は買いませんけど、その辞書は誰が購入したんだかわからない、多分学校の金で買ったんだと思うんですけど、大辞泉っていう小学館から出てる大きい辞書があって、見たらですね、確かにね、丸二とかなんとかしてね、干支のと、確かにね、干支のところに十二支も言うとかみたいなことを書いてあるんですよ。で、多分ね、教育委員会のその英語の指導主事は多分そういうのを見たんだろうなってずっと思ってました。それで今回その高見沢さんにこの前まだ4月もやってくれって言われて、俺僕はもう種切りなんだけどって言って話してたら、たまたまその広報桜を目にしたもんですから、まあ皆さんには申し訳ないんですけど、じゃあちょっと還暦と江戸の話をしようかなと思って、今回ちょっとですね、いろいろ図書館に出かけたりして、広辞苑の古いものとかですね、大限界はどう書いてあるかとかですね、ちょっと調べてみました。だからほんのですね、だから あんまりよろしくない話なのかもしれません。そういうのを言って今日話をするために、お前昨日調べたのかみたいなことで、その点はお許しを願いたいと思いますが、で、もともとその還暦っていうのは江戸と深い関係、江戸があっての還暦なんですね。だから江戸が分からなきゃ還暦は分からないんですよ。で、で、そうするとその和歌というようなね、日本の伝統的な文芸をやっている
選者でさえもそういうことは分からなくなっている。これはもう僕は危機的な状況だと思います。でそのことについて一言の弁明も選者からも僕にはないんですよ。でまあ今度年度が変わりますので4月以降この広報桜の和歌の選者が変わるかどうかですね、まあ、それは分かりませんけど。で、で還暦っていくつかというといくつだかと思いますかってこう書いておきましたけど、要するに干支と十二支の違いが明確に分かってないし、もっと他にも理由があるんですが、僕の田舎じゃですね、ちょっと面白い風習っていうのが最近、まあ、ここ10年か15、6年だと思いますけども、還暦になったら学校へ帰って運動会に参加するっていうのをやってるんですね。僕は行きませんでした。忙しくてそれどころじゃありません。まだ仕事してましたんで。で東京にいる後輩に帰る聞くと、いやもう今年も帰るとかなんとか言ってますが、でするとみんなですね、大体60っていうふうに思ってますよ。60っていうふうに思ってます。ただね、60じゃないんですよね。干支は全部で実感と十二支の組み合わせですから60通りあるんですよ。でそれはですね、そうすると日の絵で始まって一番最後の干支に来る、水のと いか、まあ、来るのは60番目が水のといいなんですよ。で61番目がまた日の絵なんですよ。で日の絵年の生まれの人は数えの61になった時に還暦なんですよ。歴というのはこれ暦ですから、そうでしょ、暦が自分の生まれた暦の年に変えることを言うんですよ。だから還暦って言うんですよ。でところがですね、広辞苑はどう書いてあるかというふうに、これはさ近所になんか立派な図書館がありまして行きました。ですね、初版を取ってくれてありました。初版はですね、昭和30年の発行です。で僕は2版を持ってる、まあ持ってるんですよ。で初版はないものだから見に行きましたらですね、初版にこう書いてます。発表要点のですね、還暦のところですが、括弧をしてですね、60年で再び生まれた年の干支に帰るからいう括弧閉じで、次括弧して閉じて、その後ですよ、数え年、これは61歳とは読まないんです。こういう表現も僕は本当はダメだと思いますけども、61歳の生と加工と書いてあるんですね。本家帰りと書いてある。それで加工というのを今度は広辞苑で引くとどう書いてあるかというと、数え年61歳の生括弧鍵括弧か鍵括弧の字を分解すれば6つの10と1とになる。こうは木の上根のい括弧閉じとこう書いてある。でそうするともうそこで加工というのは還暦のことなんですから、いいですか、広辞苑の矛盾ですよ。加工というのは還暦のことなんですから、括弧閉じの60年で再び生まれた年の干支に変えるから言ってのこれおかしいんじゃないですか。自ら矛盾を犯してる。で初版が出された時にはまだ志村いずら生きてたんですよね。志村いずるっていうのはもう大した学者だと思いますよ、僕は。確かに東大の国語ですけど、だけどその志村いずるをしてですね、括弧60というふうにせざるを得なかったっていうのは何かというと、それはもちろん志村いずるがそういう時流に半分乗っかるというですね、そういうところがあったからだろうと僕は思わざるを得ないんです。でそれはですね、広辞苑の初版の前書き序文を読むとですね、そういうことを志村いずる氏は書いてます。要するにその戦前に広辞苑の、版下はできたんですよ。全部岩波が面倒見てですね、できた。ところが終戦で全部焼けちゃうんですね。これ大限界と同じ運命だったんですね。でやっと昭和30年にこれは完成するんです。戦後
でそうすると戦後っていうのはこれ皆さんそのために今日来て見えてるんでしょうけど、と僕らがこういうふうに今そのおかしいぞおかしいぞっていう根本の原因っていうのは、根本の原因っていうのは戦後のその一連の法律や政令の改革によってなされたことですよね。そこに原因がある。憲法をはじめとして教育基本法ですね、それから、東洋漢字現代仮名遣い、それから後で出てきますけども、その各省庁の、左横書きの省令とかですね、それからメートル法、借款法、これみんな戦後のことですよ。でつまりそれは志村いずるがまだ生きてて初版をですね出そうとするその最中に、つまり焼けてしまったのでもう一回やんなきゃいけない、その最中にこう起こったことなんで、彼らはそれにやっぱりね非常な変化であるとこう書いてありますよ。そで広辞苑というのは従って当座のようにも供さなきゃいけないのでというふうにこう書いてある。だこれはですね、東洋漢字現代仮名図解が出た時の国語審議会の、答申の文言と一緒なんですよ。当座のように供するためので、当座のようっていうのは今まで来てるんですよ、まだ。で、広辞苑もそのですね、その当座のようっていうことだけは非常にこう重要視して編集をされていますね。で、だから、第6冊ぐらいからだと思いますけど、今最近発売されたのは第7冊ですけども、これはもう3分冊になってますよね。で昔のものも残して当座のものってやっていくと、それはどんどん増えていきますよ。だから何ですかね。でところが実はですね、この岩波の広辞苑のその初版の還暦括弧の60年で再び生まれた年の干支に変えるから言うっていう、ここのとここれおかしいぞっていう人はですね、広辞苑がおかしいって言ってる人は何人もいます。僕は全部見たわけじゃないですよ。渡辺正一先生もなんかそういう本を書いてらっしゃるそうです。僕は、まあ、いずれ読んでみたいと思うんですけど、でもそういうことについてはあんまりおっしゃってないんじゃないかと思いますね。この場合は LGBT はどうとか、それから、なんとか島が、あれは兵庫県じゃないとかなんとかそういうので、その地元の自治体からとか、あるいは LGBT ってなんだかよく分かりませんけど、そういう団体から岩波に抗議が行って、岩波は今度それを、第7版第2刷りを出すときに改めるっていうのが新聞に出てましたけども、そういうことには敏感なんですね。ところがね、これやってない。それでね、これはねどういう災いを招いてるかっていうとですね、要点のですね3の隣に20丸がしてありますけれども、現在販売の国語辞書は、これは私の近くにですねミライヤという誠にですねありがた本屋さんがあるんですよ。何時間本を見ててもタダなんですこれ。わざわざですね書券ブースまで置いてくれてあるんですよ。もう僕はもう大変ありがたくて、もうあんまり買わないんですよ、もうこの頃は。もう買っても困ると思うから、もう女房がいつも嫌な顔しますし、買わないんですけど、だからそれで今そこのミライヤ、ユーカリが丘店っていう変な名前ですけど、ユーカリが丘っていうのも、まあ、それはいいとして、そこで見た範囲ではですね、多分高校生か中学生が使う辞書だと思います。全てですね広辞苑の第3版と同じようにですね、2の誤った説明を踏襲してある。広辞苑の第3版にどう書いてあるかというと、その番号の3の、2って書いてありますね。広辞苑の第3版はですね、こう書いてあるんですよ。12子と書いてあって、2と書いてあってですね、辞書を見ると、1、2ってあるでしょ、辞書説明を読んでいくと。あれは1、2、3、4ってたくさん出てくる辞書がある。古い言葉になるとたくさんある、1、2、3、4ってこと出てきますけど、1って書いてある方が、最初に書いてある方がその言葉の最も原意に近いやつなんです。でだんだん番号が若くなっていくと、派生した意味なんですよ。そういうことなんです。
で、その丸二っていうのをですね、書いたんですよ、法然の第3版には。で、第3版っていうのは、昭和58年の12月6日に発行されたもので、丸一については、その、コピーに挙げときました、この、という説明、これ、法然のですね、2版の、これは僕の持ってる2版のですね、副写なんですけど、これには丸二なんかないんですよ、ないんです。これ江戸のですね、説明ですよ。説明です。ただし説明文はこれ現代仮名遣いですよ。で、ちょっと読んでみますけど、ですね、兄を江という弟との意味だと。で、実感を五行、五行というのは木下道言水、これを五行と言いますが、に配当し、陽を表す江と陰を表すとをつけて読んだもの、すなわち日の絵、日の音、日の絵というのは、一つだけ例示をしますけど、あとはもう自分でやってくださればわかると思います。これも最初の時申し上げたんですけども、これが日の絵ですね。これは日の音、これが日の絵がこれがこうなんです。こうで日の音がこれがオツなんです。でこれはだからこうと呼ぶ、まあ音はこうですよ、たうですけど、これはおちと呼ぶ。で、訓読みが木の絵です。木の絵です。つまり木の兄だから木の絵です。木の音だからおち、これが木の音なんです。これは訓読み、日本読みですね。で、これが、で、これが5つありますから、木、次は木ですね。次は土ですね。次は水。これに2つずつ兄弟、兄と弟といるわけですからとなりますよね。木の絵、木の音でしょ。土の絵、土の音でしょ。じゃあ蚊の絵、蚊の音でしょ。水の絵、水の音です。これをですね、これを五行と言うんですよ。これ五行ってのは、あの品、中国のその前、引用五行説っていうのがありまして、そこからまあ持ってきたものなんですよ、もともとは。で、それを兄と弟に分けたんですね。で、これはいくつと、いく通りあるかっていうと、これは、5つのものを2つ分けられる、10あるでしょ。これを、実感というんですよ。実感という、感ですね。これは実感。それで、あとはネウシトラの、十二支というのがありますね。ネウシトラの辰巳橋でされている犬でしょ。これは十二支でしょ。で、十と十二を組み合わせて、そうするとこれは60通りできるんですよ。組み合わせると。これは60通りあるんです。それで、英頭というのは、この字とこの字を組み合わせたものなんです。漢詩とも言うんです。これとこれと組み合わせて、漢詩という。これを英頭と読む。漢詩とも読む。で、えとは漢詩、えとはつまり、すなわち60通りあるんです。60通り。で、木の絵、最初は根牛との木の絵、根から始まって、水の音、いいですよ。水の音、いいで終わるわけだから、それは60通りあるわけですよ。で、最初の木の絵、根に帰ってくるのが何番目かというと、60番目じゃないんですよ。61番目なんです、それ。で、これはね、どんなことと関係があるかっていうと、我々の年齢の数え方と関係があるんです。ここでまたおかしくなったんです。でちょっとですね、私の要点っていうのをちょっと見てください。ですね、5です。数え年から万年齢へと、万年齢の齢という字はですね、大限界の齢の字が正しいですね。これ歯の中は人々なんですけど、
略字ですいません。僕はちゃんと変換しなかったです。で、実はこれは大変なことでして、年齢の唱え方に関する法律っていうのは昭和25年の1月1日に施行されたんです。まあ、ちょうど新村いずるが苦労してることですよね。もうそういうことをどういうふうにこう辞書に盛り入れるかってね。とそれでですね、それどう書いてあるかというと、この法律施行の日以降、国民は年齢を数え年によって言い表す従来の習わしを改めて、年齢計算に関する法律括弧明治35年括弧閉じの規定により算定した年数括弧1年に達しない時は月数によってこれを言い表すのを常とするように心がけなければならないと、こういう法律ができたんです。で、それに付則がついてるんですよ。で、付則の2です。政府は国民一般がこの法律の趣旨を理解し、かつこれは霊行の霊もちょっと略字体ですけど、ごめんなさい、霊行するよう特に積極的な指導を行わなければならないと、こうなる。つまりこの法律をよく読むとですよ、それまでは年齢の数え方っていうのは数え年だったんですよね。生まれた時もすでに一つだったんですよ。で、その数え方と我々の干支、あの万年齢の数え方と干支の数え方がごっちゃになっちゃったんですよ。自分の干支が、自分の還暦が分からなくなったっていうのは、そこにはやっぱり大きな一つの原因があるんだと思いますよ。だから僕は学生時代、あの先輩から教わったことで、なんとかって変な、もう変なおつけでもないですけど、物の始めが1ならばとかっていうのを教わったことあるんですよ。物の始めって1ですよね。2は日光の投資をなんとかテストって、ちょっとあれ教わった気が、若い頃だから、生まれた年は1つなんですよ、やっぱりこれは。それまでもう古来ずっとそうやってきた。昭和25年の1月1日の法令が施行される前までは、それはこの占領下ですね、そういう法律が施行されたんですよ。今はあれですもんね、あの赤ん坊に「今いくつですか?」って言うと「今8ヶ月です」とかっておっしゃいますもんね。で、1歳半になりましたとかね、もう実に正確に、あれは万年齢で勘定した言い方なんですよね。ところが還暦は数えなんですよ、うん、数えで言わなきゃわからない。だって暦っていうのは生まれた年にあるわけじゃないですか。暦に変えるんだから、生まれた年に変えるってことなんですよ。それでですね、また最初のところに帰りますけど、これのですね、あの発表要点の最初に帰りますが、大限界、僕のところにですね、大限界、昭和8年の5月発行のですね、大限界はどう書いてあるかというと、還暦についてどう書いてあるか、弱いの61歳となりたることがなど行おう本家帰りというところを書いてあるんです、大宴会は。で、大宴会って今もですね出てます。これその近所のありがたいですね、未来屋に行ってみたらですね、大宴会が出てますね、最近また。で、これはあの版を新しくして出てまして、ただし見出し語がですね、現代仮名遣いになっただけで、説明は旧来のまんまですね。非常にいい辞書だと思います。高いですね。1万8000円ぐらいしたかな。だからまあ当分ちょっと未来屋のお世話になるかなと思ってますけど。で、ここで昭和8年ですから、当然弱いは61ですよ。弱い61歳となりたることで、説明もあのカタカナですね、漢字カタカナです。がなどをこのって、僕はがなどをこのっていうのを聞いておかしい。確かにお祝いですよね。あの、まあ、人生50年と言われた時代ですから、まあ、還暦、本家帰りだ、還暦だなんて言われれば、それはやっぱりもう老人の部類ですから、それはあのめでたいことでしょうね。福禄寿ですから、寿というのは、ね、福というのは幸せですよね。禄というのは金がたくさん儲かることです。寿というのは命が長いことです。これ中国人が言ったんですよ、福禄寿って。で、その
それは幸せだったんですから。だから寿は命が長いことはこれはめでたいことなんですよ。だからおいガナドをこの男を書いてる。で僕はこのガナドをこの男を見てちょっと面白いなと思いましたね。面白いな、大変か、これちょっと説明が面白いなと思いました。でそういうことなんです、これは。でそこにその、25年の1月育志校のそのこの法律がですね、まあ我々のその年の数え方の感覚ですねを狂わせてしまったというのがありますね。ところがですね、これを狂わずにやっているっていうことが僕らの身の回りにありますよね。例えばその身内が亡くなったとしますね。と命日、来年の命日、今年の今日亡くなったとしたら、来年の今日になったらば何て言いますか、何か法事をしますよね。何て言います、一周忌と言いますよね。で次の年はまた4月8日何とか忌ってやりますよね。三回忌と言いますよね。あの三回忌は死んだ年が1ですよね。1、2、3と来てますよね。これはやってるんですよ。これは変わらない。じゃあ法律がそこに要介してなかった部分ですね。だから習俗としてはそこはまだ残ってるんですよ。だからまあ実際誕生祝いっていうと何度目の誕生日ですかなんていうと数えの誕生じゃなきゃいけないわけでしょうね、これはね。生まれた日、時は第一回の誕生日だから、そういうことです。そしたらこれは数えでしょ、これは。生まれた年の誕生日はじゃあ数えないで、じゃあお父さんいくつになったなんて満年齢で言ってれば、最初の誕生日を忘却したのか数えないのかっていうことになります。最初の生まれた時も誕生日でしょ、これは。でそれを入れるとなるじゃないですか。でそういうことは行われてるんですよ。法律が要介してないからです。ところがやっぱりその法律の力っていうのは大変強くてですね、もうこれだけじゃないことがまあいろいろとその、起こってくるわけです。あ、それから、あ、そうだ、そうそう、忘れてました。話があっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないですが、その現在販売の辞書ですね、その2の12支は干支のことをですね、十二支も十二支のことも干支と言うんだという誤った用例をですね、誤った説明を踏襲して付加しているのはなぜかっていう話なんです、これ。あ、それちょっと言うの忘れてました。現在販売の国語辞書、これ皆さん調べ、まあ、時間があったら調べてみてください。広辞苑の第3版と同じのですね、2というのをの誤った説明、いらざる説明をですね、踏襲して付加しているんです。これなぜそうなるかというとですね、辞書っていうのは普通のこう小型版の辞書はだいたい広辞苑を基準にして編集するんだそうですね。広辞苑を基準にして、もちろんぐっとその語数は少なくなるわけでしょうけど、そうするとそれがルーするわけですよ。ルーする、だって2番目に書いてあるからいいじゃんっていうわけですよ。だからあながちその教育委員会の職員が僕に正確に言うとおっしゃる通りだが、厳密に言うとそうだがっていうような言い方になるのかもしれないですね。そしてまたですね、これがそのまたこうルーするんですよね。その役所の文書、まあ、ここに出てあるその、私の桜の広報とか、あるいはその 県の広報ですとか、それからですね、暮れになると NHK が騒ぎますよ。来年の干支の用意をしたとかね、やりますよ、盛んに。それから新聞が騒ぎますよ、来年の干支の何とかしたと。そうするとそれが普通だと思うんですよ、みんな。まあ干支は十二支だと思うんですよ。NHK のアナウンサーって入るときはものすごく難しいんですよ、あれ、入社試験が。美人で、女はね、美人でね、まあなんかでしょ。だけどやっぱり僕は見ててね、テレビ芸者だと思いますよ。新聞記者はちょっと違いますよ。
あれは確信犯だね。それは絶対正しいと思ってるから。でもう産経新聞もね、そういうあの十二支と江戸のね間違いを平気でやってますよ。それであそこであの光悦にいたやかましい人なんつったっけ、あの人僕が一回言ったことあった。そしたら、いやそりゃ光悦も最近ボケてんなって言うけど、いやもうみんなそういうことはどうでもいいんだなと思ってんだと思いますよね。でまああの、まあ、NHK 新聞ですね、これはもうひどい、ひどいですよ。暮れから正月見ててください。では公民館から出る官報とかですね、まあ暇な人はですよ、まあ、僕は暇だからこう、まあ、あの最大漏らさず、あのあれですよ、まあ、そうやってそれを見つけたらこうなんか欲求不満を処理してるって言われちゃうかもしれないですけど、なんでお前そんな暇なのかって感じですよね。でその例えばその本当広辞苑の第3版のですね、要領の仕方なんかもけしからんですよ。今年の干支は牛だってこういうような要領を書いてありますからね。そうするとね、もう選者中村克美みたいになっちゃいますよね。まともにあの勉強しないあの選者だと、干支の鳥羽を広げて飛んでいく新たな年の犬を迎える、よく別にこれ作者の名前出しませんでした。作者は間違えたっていいですよ、素人が所詮梱包するんだから。だけど選者とね名が付けば青かいなと思いますよ。それから博物館にもね、僕は厳重に言おうと思ってた。博物館って何もね、あの牛だの、あの古い人骨だの並べるだけが能じゃないだろう、これね。で言って持ってたら、この千葉博物館の人はね、もうさすがにおっしゃる通りですってすぐ言いましたね。あの人は分かってるんですよ。分かってる。多分自分が編集しなかったんだと思うんですね。で、それはそうです。それから、お役人もですね、あのいや市役所の職員とか県庁の職員も分かんないですよ。あれ入所するのはやったらめっぽう難しいみたいですよ、最近は。でもね、考えてみればその入所するのは難しいっていうのはね、それ分かりますよ。あの希望する人が多いからで、だけどもちょっと冷静に考えるとですね、あの成績が優秀な人ってどういうことかっていうと、平べったく言うとですよ、その改められた法律にことごとく何の疑いも持たずにきれいに順化された人が優秀なんですよ。で一番最後のところでね、ちょっと話をしようと思ったんですけど、8番です。あのですね、8番あのレポあの要点の8番のですね、後ろから2行目の一番下の方にですね、千葉美容師暮れの玉迎えって書いてあるんですよ。これね面白い。おいもう驚いたですこれ。あのまあもう皆さんご存知だと思いますけど、裁判というのは大晦日はですね、あの古い風習ではご先祖が帰ってくるという晩なんですよ。うちにだから年、それは年神というんですよね。年神が帰って見えるから神棚も新しくして年神を迎えて、それはご先祖なんですよ。年神が迷わないように門松を建てるんです。でそのことをちょっとあのつれづれ草には書いてありましたので、つれづれ草の19段で4ですよ。で、まあ、ちょっと復習してみます。後で読みたいと思うんですけど、とは千葉の美容師さんはですね、暮れになると自分のうちのお墓に行ってそのね魂を迎えてくるっていうことをやってるっていうんですよ。そういう美容師がいるっていうんです。これでこの中にもそういう風習がまだあ、まあ、今でも続けてるっていう、まことに立派な人いるかもしれないですね。僕の田舎鹿児島では僻地ですけど、お盆はそれやりますけど正月はないです。お盆ですよ。関西では正月やりますよ。あ、そうですか。元旦にお墓がにぎわっちゃう。あ、それはお墓参りに行くんですね。お墓参りですよ。
玉向かいって暮れにやってるとこないですか。大晦日もやって、あすごいです、ね、行くんですよね。それはすごいです。それもやっぱ法律が妖怪しないから残ってるんですよね。あ関西はすごいですね。ところがもう東京はないんですよ、ね、千葉は東京じゃないですから。まだしかもですね、これ僕は美容師さんだから面白いと思ってるんですよ。まあ言ってはご無礼ですけど、今はもう大学出て美容師やってるやる人いませんけど、やる人は大勢でしょうけど、昔はあの美容師っていうのはあの別に高校出ていなくても慣れましたので、まあ、あの比較的あの、まあ、あの学校行ってない人が資格を取るってんで手に職をってんでなった人多かったですね。今は男性の美容師もいますけども、まあ、昔は圧倒的に女性でした。で女性というのはあのまあごめんなさい、女性という言い方じゃないですけども、あの学歴や高学歴の人で成績や優秀の人っていうのは、自分が学校で教わったこと、すなわちその戦後制定されたいろいろこう、まあ、改悪されたですよね、その慣習を改めるような法律とかなんとかにもうきれいにこう自分の身を順化した人が、順化っていうのは馬がなるあの変わって書いて順化ですよ、鳴らされた人が成績優秀なわけですよ実際は。そうするとそういう人がこうあの、お役所へ入るわけですね。難しい役所へ入るわけですよ、難しいって言われる、NHK はこの前あの昨日でしたか、おととい、5日でしたっけ、いや違う、月曜日でしたかね、あの大蔵省の入所式を何回も流してましたけど、二十何人とか言ってましたけど、大蔵省入るのはなかなか難しいっていう話ですよね。最近大蔵省途中で辞めた女の子があのテレビに出てて、なんか私は辞めましたみたいなことを言ってて、その大蔵省の省内で同僚の話っていうのは、新入署員の同僚の話か上司との話って言ったかな、君は高校はどこだという話しかしないと。でなぜかっていうと大学か東大に決まってるからとかして知ってましたけど、まあ、ちょっとそれを小耳に挟んだんですけど、つまりあの、まあ、上は東京大学からですね、その始まって学力分布っていうのはもう本当にこうピラミッドにきちっとなってますから、あのそうすると、まあ、学力が高いというか成績が優秀っていうのはあの、まあ、それに準化された人なんですよ。そうするとその難しいお役所ほどそれに準化された人が、準化されてもきれいな人が入るわけだから、それはその広辞苑のこのですね格好付きの説明をそれは信じますよ。2番目に書いてある十二支は、あいや一番江戸は十二支のことであるなんてね思っちゃう。でそれは僕のあの卑近なあの経験ですけど、あの船橋の市役所のですね議長室にあの子供をあの議会に呼んで、それで議会の仕事を理解してもらおうっていう催しがあって、僕はたまたまその担当になったんですね。で議長室に子供を連れて行ったらですね、その議会事務局っていうところがあって、そこの職員が、そこにですね十二支の置物をずらっと置いてあったんですよ。だからそのまあ子供ですから、皆さん見てください、ここにあの江戸の置物も並んでますって言うんですよね。で僕はね、ああそうそれは江戸じゃないと言ったら、違うんですか、違う、帰ってまい江戸とあのこれは十二支だって言ってネームシトラだろうって言ったんですけど、で帰ってその職員は関心でしたね、帰ってちゃんと辞書を引いたんですね。いやー先生すいませんでした、あれ本当その通りですって言いましたね。だから多分分かりませんけど、もうあの船橋の広報でもあの公民館の催しで江戸を切り抜こうなんてなって、で広報課の課長でどやつけて答えました何回も、ふざけんなってもらえるって、お前江戸切ってるのね、江戸は切れないですよ、いやすいませんと。でこれでね、入んな難しいんだそうですよ、入んな難しいんだって、あおかいなと思いますよ。
つまりそれはどういうことかというと、教育がもうダメになっちゃったんですね。ここへ来て僕はいろいろお話をしてるっていうか、国語の教育がダメになったんですよね。国語の教育じゃないんですよ。でそういうふうになってる。ただこう教科書を読ませてどうとかこうとかみたいなことばっかりやってて、最近はよく分かりませんね、アクティブラーニングって何がアクティブだか分かりませんけどやってんですよ。だからひたすら暗唱させればいいんですよ、小学校の時は。ところがもうね、そうなってて、だから国語がもう、これは戦後ずっとそうですよ、戦後ずっとそうです、まあ、昔もそうだったんですよ、戦前もそうだったんです。戦前の教育が良かったなんてね思いますけど、少なくともこと国語に関して言うと僕はダメだったと思いますね。ダメだったから戦後東洋漢字現代漢字会にしようって言った時にみんなわーっと行くわけですよ。国語の教育をきちんとですねやられていれば、バカなこと言うんじゃないよって、言葉ってそんな簡単に変えられるものかっていう人がもっともっともっといてよかった。